ステーブルディフュージョンを無料で使う方法ってないかなスマホでもステーブルディフュージョンを使いたい。ステーブルディフュージョン WebUI を使う場合は無料なのですが、GPU 搭載の高スペック PC がないと動かすことができません。GPU が搭載されていないパソコンスペックでも動かしたい場合は、GPU が使える Google コラボを使用する方法があります。無料版ではツールを使えば画像生成が可能なようですが、 基本的に有料プランに入らないとまともに使えません。もう一つ無料で使う方法として、Stable Diffusion Online があります。こちらはスマホからでもブラウザ上で使えます。この動画では、無料で誰でも使える Stable Diffusion Online について解説します。Stable Diffusion Online の使い方について、 Google か Yahoo 検索サイトを開いて Stable Diffusion Online と入力すると一番上付近にヒットするのでクリックしましょう。トップページから下にスクロールしていくと Stable Diffusion Playground という場所があります。そこにプロンプトと呼ばれる項目内にテキストを入力する場所があるので、そこから田んぼや言語を入力することで画像生成することができます。プロンプトに呪文を入れて画像生成するについて、 プロンクトにイメージしている画像生成してほしい言語や田んぼを入力してください。言語や田んぼのことを呪文とも言われています。試しにタウンと入力してジェネレートイメージボタンをクリックします。すると、4枚生成されて街の画像が出てきました。十分背景として使えるような画像が出てきます。複数単語を入れたい場合はカンマで区切ってから入力すると、イメージした画像生成がされやすくなったり、 何を入れているのか分かりやすいのでおすすめです。もし単語で入れてもうまく生成できない場合は、言語を入れて試してみるといいでしょう。次は、マスターピース、ベストクオリティ、シティ、アニメと入力して画像生成するとこちらのようになります。良いテイストのシティ感あふれるイラストが生成されました。ゲームの背景に使っても違和感を感じないくらいのクオリティです。 イメージツーイメージやネガティブプロンプトについてステーブルディフュージョンオンラインではテキストから画像を生成するテキストツーイメージのみで他の機能がありませんネガティブプロンプトに関してですがランダムなのか特定の条件があるのかわかりませんがページを更新すると稀にネガティブプロンプトの入力場所が出てきたりしますネガティブプロンプトでは画像生成してほしくない田んぼ 言語を入力することで画像生成からその要素を省くことができます。もしネガティブプロンプトの入力場所があるなら試してみてください。ステーブルディフュージョンオンラインはクオリティの高い人物を生成するには少し難しいですが、背景であれば質の良い画像生成がされるのでおすすめです。無料なのに生成された背景は魅力的なアート作品などがたくさん出てきますので、ぜひ活用してみてください。まとめです。 ステーブルディフュージョンオンラインはパソコンだけでなく、スマホからでも画像生成を楽しめる AI イラストメーカーになっています。無料で誰でも利用できるので、AI イラスト生成をとりあえず始めたい初心者におすすめです。人物の生成は難しいですが、背景では SNS でのアイコンやブログのアイキャッチ画像などに使えそうなものばかり出てくるのでぜひ使ってみてください。本格的にステーブルディフュージョンを始めたい人は、 GPU 搭載のパソコンを購入するか、GPU が使える有料の Google コラボを使用しましょう。Google コラボでは月額1200円のプランに入ることで、GPU 搭載のパソコンを持っていなくてもクオリティの高い人物や背景などが作成できるようになります。Google コラボを使ってステーブルディフュージョンを使う方法についての動画リンクを概要欄に貼っているので興味がある人はぜひ見てください。 以上で無料で使えるステーブルディフュージョンオンラインの使い方について解説しました。アイジェネでは AI 先生成に関した情報発信をしています。動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。